はい、おはようございます。しげちゃんです。今日は、5月16日月曜日、今朝ね5時40分です。昨日八王子のね自宅にも帰ったんで、今日今から仕事の方に、職場の方にねちょっと向かいたいと思います。中央道上り、もうすぐ府中、これ日野かで、今ね5時40分ですけど、まあ平日特に月曜日なんで、もうやっぱ5時台にね中央道上り乗らないともう混んでしまうので、6時台に乗ったらねもう本当下手したら世田谷まで、1時間半以上かかってしまうので、もう空いてればもう1時間ね、ドアツードアでかからないんですけど、まあいつもねこんな感じで平日八王子から向かうときはもう5時台です。もうこの今5時40分でも、やっぱり少しね混み出してきたけれども、まあ今全然80キロぐらいでずっと進んでいけてるんでね、いいかなと思います。でね、昨日ねちょっと友達とね、田舎の友達と久々にちょっと20分ぐらい話したんですけど、まあ中学校の時一緒だったやつで、すげえ仲いいやつで、でそいつがねちょっと朝からあれなんですけど、そいつとね本当昔の話なんですけど、20代の時の話なんですけど、僕は東京行って、でまあちょっと田舎に帰ってね、そいつらと遊んでた時のね、ちょっとね怖い話を思い出して、まあそれですげえまた昨日盛り上がって、あれ何だったんだろうなっていうね。でまあ朝からあれですけど、ちょっとその話をね、まあちょっと霊的な話なんですけど、僕はまあ霊とかはね、まあそういう経験はないんですけど、唯一ね、まあそれはねちょっと怖い体験だったんで、ちょっと話しようかなと思います。で俺の友達っていうのがね、名古屋でねトヨタで工場勤務やってたんですよ、10年ぐらいで。ずっとね社員寮にいて、もうコツコツねやるやつで、で10年トヨタのね工場で働いて、でまあ山口県なんですけど、僕は無事とも山口県帰ってきて、で親父のねまあコネというか、コネでねまあ、なんて言うんだろう、まあ公務員になって、公務員試験受けてるよな、まあでもなんかコネかな、分かんないけど、で警察関係でね交通事故の処理のなんていうの、まあ処理班的なねそういうまあ部署があって、まあなんていうのこう、もう処理の手伝い、別にそのそういったね警察じゃないんでね、鑑識とかそういうことをするわけじゃないんですけど、まあその、手伝いですよね。まあでもなんとか自分で言ってましたけど、雑用って言ってましたね、警察関係の雑用の仕事をやってると。でそいつがねそういう仕事してたんですよ。で、僕がね、20代の頃、東京からね、まあ、山口のちょっと、ね、田舎の方にね、休暇もらって帰った時に、そいつとね、もう一人の友達とね、3人でね、車でね、ちょっとドライブしてたんですよ。で、まあ、車運転しながらね、まあ、そいつの車で運転しながらね、まあ、中でコーヒー飲んで、タバコでも吸いながら、ベタベタ喋りながら走ろう、これも、若い時ってね、まあそんなんだけでも楽しいじゃないですか。で、そうやって走ってたんですよね。で、そしたらね、もう一人の友達がね、あ、俺だ。俺がね、運転変わることになったんですよ。何乗ってたかな？セドリック乗ってたのかな？セドリックね、ちょっと俺もセダンちょっと運転させてとかっつって、運転ね、変わって、で、まあね、適当に走ってたんですよ。で、田舎の道ってね、適当に走ってても、ちょっと迷っても、まああっちの方行きゃまた戻れるみたいな感じでね。で、なんか適当に走ってね、30分ぐらい走って、もう、そいつらともね、やっぱ2年ぶりぐらいだったんで、まあ昔話にね、その時の、昔話とかね、まあなんか面白い思い出の話とかやってたらね、で、若干ね、こう山道というか、そういうところに差し掛かった時にね、そのトヨタに勤めてたね、その友達が、その警察関係のね、雑用係みたいな仕事してるやつがね、急にね、おとなしくなったんですよ。で、おとなしいからね、どうしたのとか言って、まさかお前酔ってないよなとか、酒も飲んでないし、俺の運転荒いのとかって言いながら冗談で言ってたらね、もう答えないんですよ。で、マジどうした？で、うつむいてね、うつむいてなんかブツ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 言ってるから、どうしたんって一旦車止めたんですよね。
って止めた瞬間、そのね、おとなしくなった友達が、ね、車止めるな、車止めるな、車止めないで出してくれってね、結構大きな声で言うから、ね、え、何何何って、まあ、とりあえず出したんですよ。で出してね、5分ぐらい走ってもね、そいつずっとうつむいたまんまで、ね、そうだな、5分走って10分走ってぐらいからね、そいつもね若干普通になってきて、お前どうしたのとびっくりしたよ、そんな急にさ怒った風になって、何何何と、もう一人の友達もどうしたのどうしたのって、とそいつもねなんか深呼吸して、ああって言うからね、でまあで、まあ、とりあえずね家帰ろうってことになって、まあ、そのなんかそこでね根掘り葉掘りねどうしたどうしたっていうのもね、なんかちょっとそんな雰囲気じゃなかったから、まあ俺ん家着いて、まあ俺のね部屋着いて、まあじゃあちょっと酒飲もうよって言って、まあ30分ぐらいかな、ちょっとアルコール入って、どうしたのさっき、まあ雑談しながらねあれしてたんですけど、でそういえばさっきどうしたのとかって言ったら、いや実はねって言うから、どうしたのって言ったら、いやあの場所ね、ちょっと前に交通事故があって処理で行ったんだよっていうのね。あ、そうだったんだって。でそれでなんでそこでさ何騒いでんの、その場所ですって、なんかどういう事故だったのって言ったら、単独でトラックがね横転してたらしいんですよ。でそれをね通りがかりの車がね、まあ昼間でもねあんまりね車交通量が多いとこじゃないので、ないんですよね。でまあ通りがかりのね車が、警察にね電話してくれたみたいで、でその通りがかりの人もね降りて、まあ、運転手の姿がねいないし、で、まあ、車に乗ってたような人もね周りにもいない、車の中にもいないから、まあ、とりあえずね救急車呼ばないで、まあ、警察だけね呼んで、で警察が来て、で現場検証して、とにかく運転手がいないと、で車に乗ってたらしき人もいないと、血もないと、ね、そういうね負傷した血の跡とかもないと、でいろいろ調べてもね、ないんで、まあそのひょっとしたら運転手がねビビって逃げたんじゃないかっていうね、まあ、会社かなんかのトラックだったらしいんで、でまあそういうね、まあその現場検証も終わって、ね、まあ車のナンバーね調べればそのねその会社のあれだってあれにしろ、でその運転してた人にしろすぐね所有者とかね運転してた人ってすぐ分かるので、まあ処理することになって、でそいつもね処理班として、まあ、車をねまあ、そこどかせないといけないから、まあ、どかすね作業を進めたらね、なんとね運転手がねそのトラックの下敷きになってたらしいんですよ。 でそこでね死んでたらしいんですよね。それがその数ヶ月前だったらしいんですよね。まあ、なんか50歳か60歳代の、方がねトラックの下敷きになって死んでたらしくて、その顔もね結構ねぐちゃぐちゃになってたみたい でそいつがねそれがもうねかなりショックで、トラウマじゃないけど、まあそういうのがあったらしいんですよね。でまあ死亡事故ということでね、そういうところの場所だったらしいんですよ。でそしたら、あ、分かった、お前そういうねそういう経験をしたところの近くを走って、ねまあ それでちょっと胸がねちょっと苦しくなって、フラッシュバックじゃないけどそれでちょっと気持ち悪くなってうつむいてたんだねっていう話にねいう話をしたら、そいつがねいや違うって言うんですよね。ちょっとやめ、もうでそれ聞いてたね、もう俺ともう一人の友達もうそれからもうねもう全身鳥肌立って、ちょっと待てよと、ちょっと待てよと、何なのそいつがそのね現場にね近づくにつれ、僕は知らなかったんですよその現場なんて。でそいつも話に夢中になってたから、そんなにねその現場だっていうのをねなんかあんまり意識してなくて行ってて、で現場近づいて、うわここあそこだって思った瞬間にねなんか見えちゃったらしいんですよ。その顔がぐちゃぐちゃになったトラックの下敷きになったねおじさんかなんかが亡くなってた人がね
ふーっとね、その顔が、そいつにしか見えなかったらしいんですけど、ね、車の前のね、なんていうの、フロントガラスからよく、車の中をね、通り抜けていったらしいんですよね。さーっと。で、そいつはそれを見てしまったって。で、その時にそいつの耳元に、ね、まあ、なんとそいつも空耳かなんかわか、まあ、わかんないけど、ね、そいつの耳元でね、見つけてくれりゃ生きてたんだよ、早く。なんかそんなこと言ったらしいんですよ。そういうふうに聞こえたって言うんですよ。見つけてくれてれば生きてたんだよ、早くっていうふうにね。もうその話聞いて、もう3人で朝まで飲みましたよ、もう怖くって。もうその話はね、そこでやめた。もう、まあその後ね、そいつ、俺らにね、なんか変なことがあったりとか、そいつも、その後そいつにね、連絡ちょこちょこ取ったんですけど、なんかそいつにね、その霊がついたりとかしたらね、してたらまた心配だしと思いながら、まあそれでなんともなかったんですけど、でもね、そいつはね、次、翌日じゃねえな、その花をね、添えに行ったらしいですよ、その現場にね。まあ唯一ちょっとこうね、僕が体験したわけじゃないけど、まあそのね、仲いいやつがその真横でそんな風になったっていう話をね、昨日そういうことあったねとかって言って、いや、どうなんでしょうね、そういう例っていうのはね、本当に、まあ、なんか不思議なものっていうのはね、あるとは思うんですよね。あるとは思うけど、まあ自分では体験したくないし、体験したことはないんで、なんとも言えないですけど、まあ唯一ね、そんなちょっと怖いことがね、まあそいつもわざわざね、俺たちをびっくりさせる、怖がらすためにね、嘘をつくわけもないしね、まあそんなことを昨日友達と話して、盛り上がったっていうか、また怖くなっちゃったんだけど、その話聞いてね。まあ朝からこんな話でした。まあ車にまつわるちょっと怖い話パート1ということで、まあそんな感じです。ではまた、さよなら。